庭園都市南荘宇都宮グランドホテルは、かつて、栃木県宇都宮市西原町にあったホテル。宇都宮の迎賓館としての役割を果たすとともに、結婚式や宴会など、栃木県民の晴れの場として利用された。コロナウイルス感染症の流行により、婚礼、宴会需要が激減し、業績回復の見通しが立たないとして、2021年7月31日に閉館した。 活放流館比南層として1954年に創業し1971年に西洋式の宇都宮グランドホテルに転換した。日本国内外の要人が宿泊し、栃木県の政財界の関係者が会合で使用したホテルであり、地域のステータスシンボルであった。ホテルの収入は宿泊が2割であるのに対して宴会は8割を占めた。栃木県民は 結婚式や宴会、特別な日の食事などで利用した。宇都宮市の成人式会場の一つとしても活用され、明治時代の軍人の別邸庭園の名残があるホテルの庭園には小学校の遠足で来訪する児童もいた。コロナウイルス感染症対策として、すべての宴会場と客室に空気清浄機を導入し、減収を補うために弁当販売に乗り出したり、 新しい客層を取り込もうと、特別なプランを企画したりしていた。しかし経営改善が見込めず、2021年7月31日をもって閉館した。ホテルの建っていた高台は、宇都宮城を築いた藤原宗園ゆかりの地と伝わり、江戸時代には、宇都宮藩主の戸田忠実が、別邸のお山御殿を置いた。1907年に、 第14師団が宇都宮に置かれると、師団長として、鮫島茂雄が赴任し、ここに住居を築いた。鮫島は退役後も宇都宮に残り、1928年に亡くなるまで別邸で過ごした。企業としての起源は、明治前期創業の中村味噌店で味噌を醸造していた。第二次世界大戦中に、割烹ひ南な味噌を開業し、 宿泊施設に変わったのは1954年のことであった。宿泊施設としたのは、栃木県に来県した洋日都市新農施設庫が宿泊するためであり、活烹旅館日南荘と名乗った。この時、株式会社日南荘を設立し、ホテル側はこの時点を創業としていた。1971年、施設を一新し、宇都宮グランドホテルに改称。 西洋式のホテルに転換した。宇都宮市では初めて開業した西洋式ホテルであった。以来、昭和天皇、皇后、皇太子時代の上皇、上皇后、同じく皇太子時代の天皇、皇后ら皇族や、マーガレット・サッチャーら日本国外の要人が宿泊した。なお、日南荘の名は、敷地内の割烹として残った。1996年、 株式会社日南草宇都宮グランドホテルに称号を改めた。名門ホテルと呼ばれた一方で、経営不振が続き、2016年に宇都宮市の不動産業、マルイブッサへ土地と建物を売却した。マルイブッサは、宇都宮グランドホテルのメインバンク、足利銀行の値定当権設定額の9割に、当たる18億円で買収したと推定され、経営を続ける。 ホテル側から、家賃は請求せず、固定資産税の支払いのみを求めた。同年8月、株式会社宇都宮グランドホテルを設立し、運営をこの会社へ引き継がせた。年間の売上は1990年代の半分となる、年間10億円に減少していたが、この売却によりほとんどの負債が解消した。また、 同年12月13日に4.5億円をかけて全面改装した上で再開業した。丸井物産は2017年に駐車場やプールのある1万3000平方メートルのホテルの土地をシニアタウンの一種である CCRC として開発することを計画し、トヨタウというホームと組むことを決定、2019年3月に分譲販売を開始した。 2019年1月18日に官報に掲載された決算広告によると同日付で株式会社宇都宮グランドホテルは飲食事業部門を株式会社日南荘宇都宮グランドホテルから九州分割によって継承した日南荘宇都宮グランドホテルは同年8月に解散した2019年8月期は過去の顧客の掘り起こしや 大型案件の獲得などで業績を回復させ、売上高は8億円になった。他のホテルと同様、宇都宮グランドホテルに新型コロナウイルス感染症の流行の影響が出始めたのは2020年3月のことであった。宴会需要が収入の8割を占める宇都宮グランドホテルでは、感想芸会や各種総会が集中する3月から6月に、 全ての予約がキャンセルとなり、売り上げが例年の半分以下に落ち込み、大きな打撃を受けた。それでも同年のゴールデンウィークに3日間限定で、グランドバーグチキンライス弁当を販売して、売り上げを全額宇都宮市に寄付したり、宇都宮ウェディング協議会の会員として、新上の川病院に自社製のイタリアンハンバーグ弁当100人分を届けたりする事前活動を実施した。 同年7月に110台の空気清浄機を購入して全員会場と全客室に配備し感染防止対策を取った。また新しい生活様式にのっとった形でビアガーデンの営業を7月1日より開始しコロナウイルス感染症の影響で公演できなくなっていたポップサーカスの特別公演をビアガーデン会場で開催した。 昼間の会合は7月より戻り始めたものの、夜開催の会合はほぼ例の状態が続いた。2020年から2021年にかけての年末年始は忘年会や合志交換会、成人式がのきなみ中止となった影響で、売り上げは例年の2割に落ち込んだ。1月18日から2月28日まで人の流れを止めて、 コロナウイルス感染症の拡大を防ぐという名目で営業を休止した。感染状況によっては休止期間の延長も辞さないとしていたが3月1日に予定通り営業再開しデラックスツインを10泊5万円で提供する特別なプラの1ヶ月限定で販売した。またスーパーマーケットの大谷の協力を得てホテルの中華料理4品と洋食3品を大谷で 販売開始した。以上のような新たな収益源の確保のほか、人員整理を実施することで、収支改善を図り、5月17日より予約者に限定した営業に移行した。当初は7月1日より通常営業を再開する予定であったが、業績回復の見通しは立たず、6月25日に7月31日付で閉館することを発表した。 ホテルの閉館発表は急な出来事であり、ホテルを利用していた人々からは驚きや残念との声が上がった。中学校区ごとに成人式を挙行する宇都宮市では、日西中学校、宮野原中学校、水穂の中学校の3校の学区が、2021年2022年の成人式を宇都宮グランドホテルで挙行予定であった。ホテルの閉館決定を受け、 三中学校区の式場は、有形武道館などに変更となった。閉館決定後、8月1日以降に予約していた人には順次断りの連絡を行った。アルバイトを含む約50人の従業員は7月31日付の整理解雇通知を受けた。そして7月31日に閉館した。閉館決定を発表した時点では、ホテルの閉館後も、 企業としては存続するとしていたが、2021年8月20日に、宇都宮地方裁判所より、破産手続き開始の決定を受けた。不債額は10億8000万円であった。チャペル、ルミエール、宇都宮グランドホテルは、広い庭園を有していた。この庭園は長らく面積、約2万坪と言われてきたが、下付新聞の報道によると、ホテル棟や庭園を含めた。 宇都宮グランドホテルの総面積は4万平方メートルであった。第14師団長を務めた、サ島修雄の別邸庭園の名残を受け継いだもので、染井イの、牡丹桜、明治天皇から歌詞された山桜などの四季の植物や、京都から取り寄せた、倉舞市の灯籠、井桁などがあった。昭和の一時期は、近隣の小学校の遠足の目的地にもなった。 庭園には二つの結婚式場があった。一つは、神前式の会場となる陽光殿で、江戸時代に宮大工が建築した八坂神社の拝殿を移築し、神殿として利用した。もう一つは、チャペル式の会場となるルミエールであった。広い庭園そのものを式場とする、ガーデン人前式を挙げることも可能で、開放感を求めるカップルが選んだ。挙式後の結婚披露宴は、 ホテル棟内で行い、ホール、レストラン、割烹の各会場があった。最盛期の1970年代には年間450件の婚礼需要があったが、2010年代には100件に落ち込んでいた。宇都宮での居住歴が長い人にとって、宇都宮グランドホテルは特別な思い入れのあるホテルであり、ここで結婚式を挙げることに憧れる市民もいた。 結婚式や宴会で利用した経験のある栃木県民は少なくなく栃木県の政財界でも利用機会が多かった。政界では選挙の決起集会や政党の県連の会合などに利用された。財界では関係者が一堂に会する会合に利用され、宇都宮市街にありながら広い駐車場を有志したことで重宝された。季節の伝統行事を大事にする経営を行い、 月見の縁など季節に合わせた催しを開いていた。またロビーでミニアートギャラリーを開催し、高齢化していた。2015年時点では、完全予約制の、割烹ひみなみそを、大谷石の蔵を店舗としたバー、岩倉バー春夏秋冬、フランス料理を供するレストラン、オーベルジュ・ジャルダン、ビーフマイタケカレーが名物のコーヒーハウスサンモリッツ。 カッ旅館リ南ウの頃から営業していた、中国料理北京、日本料理カリンあり、リ、斎藤昭夫が総料理長を務めていた。これらの飲食店は、宇都宮市及び、栃木県の名店として紹介されていた。ヒ南ナは、明治30年代に建てられた、鮫メ島修雄の別邸をそのまま利用して開業し、その後の老朽化で、当時の面向きを再現した建物に建て替えられた。 慶長など改まった席での利用が多く、会席料理を中心としていた。個室や一席もあった。飲食利用だけでなく、将棋の名人戦の会場やドラマ、映画のロケ地としての利用もあった。ロケ実績に2012年のアウトレージビヨンドなどがあった。オーベルジュジャルダンは白を基調とした内装、味方ガラス張りが特徴のガーデンレストラン風の店舗で、 本格的なフランス料理店であった。地産地消にこだわり、栃木県産食材やレストランの前にあるシェフの箱庭で育てたハーブを料理に使用していた。非宿泊者でも予約なしで入店することができ、結婚披露宴や結婚式の二次会などパーティー会場としての利用も受け付けていた。客が自由にデザートを選べるデザートアゴニア、 全品で600キロカロリーに抑えられたコース料理、ラサンテは女性の評価が高かったという。カリンは宇都宮グランドホテルが中村味噌店として創業したことを生かして味噌にこだわった日本料理を提供していた。特に昼食の一3三以前は魚、鶏、豚の三種の味噌鹿酢漬けから一品を客が選択するメニューで注文が多かった。 その後ホテルの飲食店は再編され、海石料理の秘密味噌、中華料理、グランドダイニング、カフェ、グランドテラスの3つとなった。グランドダイニングは中華料理の店だったが、宿泊者の朝食は和食か洋食の選択性を取っていた。グランドテラスはサンモリッツからマイケカレーを継承した。客室は全部で58室あり、シングル25室。 ツイン32室、スイート1室という構成であった。客室は昭和の趣を残していたが、2016年に改装し、インバウンド需要を狙った和モダンをコンセプトとして、スイートルーム以外の57室を合成畳たみじき、格子と付月の窓に変更した。落ち着いた雰囲気のデラックスツインを希望する客が多かった。ありがとうございます。